ミスティックマナーの話をする前に、まずタワーオブテラーの話をさせてください。空はまるで君のように青く澄んで、どこまでも。いつもありがとうございます。ようこそアテリエ夢プレゼント。身長は高いですが、今週は低いラファエロことだけ一ラファエル清です。いや、やばいね。ダッフィー&フレンズの新作グッズが可愛すぎるって話。来月から新作が出るみたいですね。ダッフィー&フレンズ秋冬のおすすめグッズ、お部屋でリラックスタイムやお出かけにもぴったり、これからの季節を彩ってくれるダッフィー&フレンズのグッズです。ダッフィーたちと一緒に心も体も温かく過ごしてくださいねと。これはおしゃれ可愛すぎる件、バッグといい帽子といい、この罪なほど可愛い帽子は何ですか。逮捕です。特にラファエロの一押しアイテムって抱き枕。普段ダッフィーって目がクリクリしてるじゃないですか。けど抱き枕ダッフィーは目をつぶってすやすや寝てるんですよ。もう可愛くて可愛くて、ダフフレファンはもうこのダッフィーにメロメロで一コロのはず。新作グッズは10月2日からアントペグスにマグダックスガレリアで販売予定。おばさんちが忙しくなりそうですね。頑張れペグおばさん。そんなコーナーで本題。今日のプレゼンが香港ディズニーランドのミスティックマナーですね。このチャンネルで初の試みなんですが、これからはちょくちょく海外ディズニーもプレゼンしていこうかと考えています。というのもラファエロ自身、海外進出は夢なんですよ。ハワイ、アウラニ、カリフォルニア、フロリダ、上海、香港、パリと、人生で一度は行きたい海外ディズニーの準備も兼ねてこれからプレゼンしていきます。記念すべき第1回は香港のミスティックマナーです。なぜここをチョイスしたのか。あるキラーフレーズがラファエロの気を引いたんですよ。ミスティックマナーは別名こう呼ばれています。香港のホーンテッドマンション。なかなかゾクゾクするパワーワードですよね。香港のホーンテッドマンションと呼ばれるこのアトラクションには一体どんなストーリー物語が用意されているのか、今宵プレゼンさせていただきます。それでは早速。香港小猿 SEA、 ここは今からプレゼンです。行きましょう。明日へと走り出す。アトリエからのお知らせです。下の概要欄からチャンネル登録、SNS のフォローをお願いいたします。グッズ販売サイトでは LINE スタンプに電子データ公式グッズを販売中。クリエイターとしてデザイナーとして夢を応援いただけたら嬉しいです。一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いいたします。世界中の美術品や骨董品であふれる不思議な博物館、ミスティックマナー。一体そこには何があり、誰がいて、どんな物語が広がっているのか。不思議なミュージアムへ Go to next。 ミスティックマナーの話をする前に、まずタワーオブテラーの話をさせてください。待て待て、香港ディズニーの話を聞きに来てんのに、なんで東京のタワーテラーなんて思うかもしれないんですが、実は東京ディズニーシーのタワーオブテラーと香港ディズニーランドのミスティックマナーには面白いつながりがあります。タワーオブテラーの物語は、呪いの偶像シリキュートゥンドゥの怒りを買ってしまい、このホテルに災いが起こるというストーリー。その呪いの偶像シリキュートゥンドゥをホテルに持ち込んだ張本人がホテルハイタワーのオーナー、ハイタワー3世だよね。ハイタワー3世は実業家でニューヨーク市の大富豪。世界各地を旅し文化遺産を収集するコレクターでもある。そんな彼はディズニーシーで有名なある秘密組織に在籍しています。それがソシエティ・オブ・エクスプローランズ・アンド・アドベンチャー、通称 SEA。 SEA は日本語訳すると探検家と冒険家の学会。こちらが SEA の紋章、シンボルマークなんですが、ガリオン船は冒険、アーミラリー天球はロマンス、羅針盤は発見、鉛筆は発明を意味しています。その昔、大航海時代にフォートレスエクスプローレーションを拠点に、レオナルド・ダ・ヴィンチやマルコ・ポーロといった時の科学技術者や探検家が新たな知識の探求と取得を目的に設立されました。フォートレスの紋章にも SEA の文字があり、ストアリン・ファンタスティックのカメリア・ファルコもこの組織のメンバーです。そしてハリソン・ハイタワー3世もこの組織の一員として活動していたといいます。さらには海を越えた香港ミスティックマナーを運営する人物も SEA のメンバーであり、ハイタワー3世と同世代の人間。その人物というのがヘンリー・ミスティック卿です。
ヘンリー・ミスティキオは世界中を旅してたくさんの宝物や骨董品を発見します。そしてパプアニューギニアのジャングルに新しい冒険の拠点を建設し、そこをミスティックポイントと呼ぶようになりました。そのミスティックポイントに建てられた彼の邸宅は1896年に世界中から集められた美術品や芸術品を鑑賞できる博物館として一般公開して、その博物館をミスティックマナーと呼びます。世界中で見つけた宝物や骨董品を自宅で一般公開するっていうのは、やってることがどこかのホテルオーナーと一緒ですね。実はこのミスティックマナーに隠れハイタワー3世の姿があります。こちらミスティックマナーのアトラクション Q ラインにかけられている1枚の絵なんですが、上の垂れ幕にソシエティ・オブ・エクスプローランズ・アンド・アドベンチャーズ1899の文字。これは1899年に撮られた SEA メンバーによる集合写真です。真ん中あたり椅子に腰掛けている人物がヘンリー・ミスティックよ。そして一番左側に立っている人物がシリキュートゥンドゥを手に持ったハリソン・ハイタワー3世ですね。くしくも1899年、この年の大晦日にハイタワー3世はホテルで記者会見を開き、その後シリキの呪いによって失踪、行方不明になってしまいます。この一枚が当時の SEA メンバーによる最後の集合写真。なかなか貴重な一枚なので、アトラクション乗車の際はお見逃しなく。ここで夢の国クイズ。ディズニーラワー SEA のメンバーであり、世界中を飛び回る冒険家ヘンリー・ミスティック卿では、彼の肩に捕まっている相棒の小猿の名前は何でしょうか？ A ジャック、 B シャーロット、 C アメデュ、 D アルバート。こちらから一つお選びください。さて、今日のクイズがミスティックマナーのキーマンでもあるこの小猿ちゃんですね。お土産売り場でも顔を出すほど大人気。そういえばパイレーツ・オブ・カリビアンの船長バルボッサも小さな小猿を肩に乗せてましたね。威厳のある人物は肩に小猿ちゃんを乗せるというディズニーあるある。さあ、名前は一体どれでしょうか？正解は D のアルバートでした。アルバートという名前はヘンリー・ミスティック卿が大好きだった王子の名前から取って名付けたそうです。パプアニューギニアの熱帯雨林にて巨大雲に襲われていたところをミスティック卿に助けられました。それをきっかけに懐いて一緒にいるようになり、今では大切な相棒的存在に。素敵な友情ですよね。アトラクションの物語はこのアルバートをきっかけに始まります。時は1896年1月1日の元日、自身の邸宅を誰もが気軽に芸術品や骨董品を見れるようにと博物館としてオープン。しかもただの博物館としてではなく、ミスティックマグネットエレクトリックカレッジという電磁気で動く乗り物を開発し、博物館を訪れたゲストはこのライドに乗って品々を鑑賞することができます。そしてゲストは博物館の客としてこのミスティックマナーを訪れて、ちょうどこの時この博物館には先日ミスティック卿がパリで発見したという魔法のオルゴールがありました。伝説によると、このオルゴールを上げてしまうと魔法の音楽が解き放たれて、周りにある物体に命が宿ると言われています。そこへ小猿のアルバートが興味本位でオルゴールを上げてしまい、たちまち魔法が解き放たれて博物館にある展示品に命が宿り、とんでもないことに。ゲストはそこに巻き込まれていくというストーリーです。では世界初のミュージアムと称されるミスティックマナーにはどんな世界観が広がっているのか。ゲストはライドに乗り込み、大きく分けて8つのギャラリーを回ります。ミュージカルインストゥルメント、メディテレーニアアンティークス、ソラリウム、スラビックノルビックチャンバー、アームズ&アーマーズ、エジプションアンティーク、トライバルアート、チャイニーズサロンと。印象的だった場所をいくつかプレゼンします。まずはミュージカルインストゥルメント。ここはオルガンやハープなどがあり、命が宿った楽器たちの演奏を楽しむことができます。余談なんですが、ミスティックマナーの音楽を手掛けた作曲家は映画ナイトメアビフォアクリスマスの音楽を手掛けた作曲家ダニー・エルフマンです。
このアトラクションの魅力の一つに音楽が素晴らしいことが含まれているので、ぜひ耳を傾けてほしいのと、後に入るギャラリーアームズ&アーマーで歌う甲冑の騎士が登場するんですが、この歌う騎士の声もエルフマンが担当しているので、そこにもぜひご注目ください。旧ラインにダニーエルフマンをモデルにして描かれた SEA メンバーの肖像画もあるので、こちらもお見逃しなく。そしてなんといってもプロジェクションマッピング、ミスティックマナーはプロジェクションマッピングの方法で、およそ36台ものプロジェクターを導入し、オーディオアニマトロニクスの掛け合いがものすごくキラキラと輝きを放ち、素晴らしい世界観を作り出している。故にここは現実なのか魔法にかけられた夢の中なのか、錯覚するほど美しい空間が広がっているので、ぜひご堪能ください。個人的に好きなのがメディテレーニアンアンティークに描かれたモザイク画の女性、オルゴールの魔法にかけられて命を宿した彼女は、次の瞬間ギリシャ神話に登場する怪物メデューサに豹変します。びっくりです。さらには氷の世界を表現したスラビックノルディックチャンバー、北風が冷気を飛ばし、近くにあった鏡が一気にバキバキッとひびが入ったのには驚きました。ちょっと笑っちゃったのが、さらに奥に進むとトライバルアートというギャラリーにつながっていて、そこにはシーキュートゥンドゥの友達みたいのがいっぱいわらわらいて面白かったです。タワーオブテラーと何か関係があるんでしょうか。そして最後のチャイニーズサロンで孫悟空が登場します。このチャイニーズサロンがもう圧巻で、イマジニアの技術の結晶、イマジネーションが施されてるなぁ、ふんだんにといった印象です。中国文化の世界観もさることながら、360度全方にわたってプロジェクションマッピングが映し出されていて、さらには孫悟空の魔法でリアルに壁がガラガラっと崩れていく仕掛けなど、もうクライマックスは一気に引き付けられます。YouTube で見たんですが、画面越してこんなに引き付けられるのかと驚いたと同時に、じゃあ直接見たらどれだけこの物語に巻き込まれるのかと思うと、もう直接見るのが楽しみで仕方がない。実際香港ディズニーランドに行って直でミスティックマナーを体験するという夢がまたできました。香港版ホーンテッドマンションと例えられるこのアトラクションなんですが、実際はホラー要素というよりかはファンタジー要素が非常に強いので、怖いの無理っていう方でも全然 OK です。なのでいつか一緒に見に行きましょう、プリンス&プリンセス。それではごきげんよう。What is a dream? コメント返信させていただきます。アカウント名、達也さん。動画アップお疲れ様です。僕も YouTuber になってあなたを応援するチャンネルを作りたいです。これからも頑張ってください。達也さん、素敵なコメントをいただきありがとうございます。自分も昔 YouTuber を応援する動画を作っていた時期があって、頑張って応援をしていたら、気がついたら視聴者の方から応援される側になってたんですよ。応援する側から応援される側に、そして今は応援し合える関係に。こういう関係性を築けるのって本当素晴らしいですよね。素敵な夢を。